大きな武器であるんですけれども、まあ、それだけに一つ間違うと長打一発ということも、企業の方もある程度その小松の今日のピッチングからする対応策というのを考えているんでしょうけどね。おそらくもうまっすぐに的を絞っていると思いますよね。はい、ショートの後方です。ショート対打線ということもあるんですけれども、カーブが多いですね。あ、そうですね、はい、5球目です。外角の球、屋敷竹之内、はいはい、ありました。セカンドゴロ、上川、これは非常に大きいんじゃないですかね。来年につながるような気がしますね。ベテランの元井打ち上げました。奈良中日のベンチ、元井らしいバッティングですが少し伸びすぎます。ここまで持ってきた、それにあのベテランが、まあ、前半と終盤にですね、頑張ってここまで来たということですから、そのみんなが守りがね、はい、あの大きく曲がってくるカーブが今シーズン一番いいんじゃないですか、はい、あ、そうですか。今シーズンその変化球が良くてなおかつ最高スピード、これはかなり大きな球ですが、いや、もう一つ伸びません。投げたんですけども、はい、非常にフォークボールが多かったですよね。あ、はい、今日はもうまるっきり別人のような感じですね。これも平凡なレフトフライ、8キロさっき出しましたよね。そうですね、スピード落ちてませんからね。とにかくシャット、この後すでに表彰式、あるいはすぐそばのホテルを使いました。そのレストランにはもう優勝の喜びが爆発する瞬間を待ち構えるように小松の力投が続きます。それでは元井真城に対する投球をじっくりとご覧いただきましょう。パートナーになして中日に優勝をもたらすことになりますか。さあ思い切ってラムに対して第4球、マスに映っている首脳陣を除いて総立ちです。そしてスタンドも総立ちで、あと1球の声援、スイング